5月10日金曜日、時刻は8時を回りました。坂東さやかさんのポッピンフラッグに代わって、ここからは FM802 デザインはファンタスティックフューチャー。こんばんは、 DJ ファンタスティックス中島壮太です。今から1時間大阪南森町から生放送やっていきます。よろしくお願いします。ということで、今週も生放送でお会いできて嬉しいです。さやかさん、いつも本当に情報全部入ってて、今日もリクステのインタビューありますとか言っていただいてありがとうございます。本当に楽しみやった、嬉しい。でもめちゃくちゃお話しさせてもらったんで、ちょっと今日から2組ずつねご紹介していきたいと思います。バトン受け取りたいと思います。いや、そうですよ、今日も生放送よろしくお願いします。いや、今日もね、あの東京から来たんですけども、最高の天気ですよね。ほんと過ごしやすい。まあでも昼は結構暑くなるじゃないですか。で、夜寒い、一番むずいよね、確かに服装を。でもね、夜涼しいの僕大好きなんで、だからね、完璧ではあるんですよ。あの昼は暑くて天気いい方が好きなんで、で夜寒いっていうのは全然耐えれるんで、僕はこの季節が本当にずっと続いてほしいなっていう感じではありますけどね。確かにね、服装難しいから、でも上着とかは持って行った方がいいんじゃないかなと。帰り道相当寒くなるので、風邪ひかないようにねしてほしいなと思います。今夜も質問メッセージ、もうね生放送なんでたくさん待っております。で、今夜のメッセージはですね、ゴールデンウィーク先日までありましたよね。そのゴールデンウィーク行ってよかったとことか楽しかったことを送ってください。それでちょっと喋っていこうかなと思いますんで、たくさんお待ちしております。そしてファンタスティックチョイスコーナーってメッセージも待っています。あなたが今この後すぐ、もしくは今週末までのちょい未来の案件で選択しなければならないことを送ってください。いい未来が訪れますようにって思いで、僕が直感で選択します。受付は FM802 ホームページにあるリクエスト&プレゼントのバナーをクリック。コーナーってメッセージは最初にファンタスティックチョイスと書いてからメッセージ投稿してください。よろしくお願いします。それでは今夜のオープニング曲いきたいんですけども、まあ自身ファンタスティックスからの楽曲なんですけども、こちらは現在放映されていますアニメヴァンパイアドミトリーの、オープニング主題歌としても歌わせていただいていまして、ジャケ写はですね、そのヴァンパイアドミトリーの原作者さん、遠山絵馬さんに書いていただきまして、ファンタスティックスのメンバーがなんとそのダンス寮に入った感覚になるぐらい本当に素敵なジャケ写を書いていただきました。そしてこの楽曲もね、本当にセクシーでいい楽曲になっております。聴いてください、ファンタスティックスでシュガーブラッドキス。 FM802 デザインはファンタスティックフューチャー、ファンタスティックス中島壮太が生放送でお送りしています。先週の月曜日は4月29日に大阪城ホールで開催されたリクエストステージ、ファンタスティックスにとって初めての FM802 のライブイベント出演でした。アジアンカンフージェネレーションさん、ジ・オーラ・シガレツさん、バウンディさん、ピープルワンさんと一緒に出演。僕はですね、この FM802DJ として出演者全員ライブ終わりにヒーローインタビュー収録しました。さっきさやかさんも楽しみにしてると言ってくださいましたけども、今夜はヒーローインタビュー前編をお送りします。まず聞いていただくのはアジアンカンフージェネレーションさんです。アジアンカンフージェネレーションさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。ライブ終わりにありがとうございます。あのファンタスティックス中島壮太です。ありがとうございます。あのメンバーで1階の一番後ろから見させてもらって、めちゃくちゃずっと上がってジャンプもしましたし、ずっと踊ってました。ありがとうございます。いや、嬉しいです。本当にかっこよかったです。あのリクエストステージいかがでしたか。楽しかったですね。なんかこのイベントはいろんなこう、ね、ジャンルの普段フェスでこう同じ日になったりしない ね、 アーティストとも一緒にできるんで、はい、楽しいです。うん、MC とかもめちゃくちゃ響いて、やっぱり響きます。ヒープロおじさんのなんかぼやきみたいな。いや、そのこう言うところとちょっとクスッと笑うところとのその差がやっぱ。ベテランすぎるなと。いやいや、ベテランすぎる。ベテランすぎちゃったね。やっぱ山本マスだな。いや、勉強になりますし、ありがとうございます。嬉しいです。本当に音楽も大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、このライブ終わりにお忙しい中。そうですね、ずっと呼んでいただいてね。そうなんです。かなり出演させていただいてリクエストステージ。昔はね、トップバッターだった時とかもあって。そうそう。
ゆずさんとかね、あいこさんとかね、多分今置きどこに一番困られてるアーティストなんで。そんなわけないです。アジカンをいつのタイミングでやめさせたそれが今ね、そんなわけがないです。いつ肩を叩くかが多分ね、こう編成部で多分毎年議題になってる。いや、一番いいのはブロックじゃない、やっぱSNS 的な感じでブロックするのが一番。そんなわけある日僕が怒ります、誰かに。そうですか、絶対に。はい、本当に素敵でした。ありがとうございました。またお会いできる日を楽しみに。ありがとうございます。頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。お送りしたのはアジアンカンフージェネーションさんで、転がる岩、君に朝が降るでした。いやー、一組目のヒーローインタビューでしたけども、まさか一人でね、アジカンさんとこうお話しさせていただく日が来るなんて夢のようでしたけど、そのライブ見てる時は世界さんが左で右サワナスくんかなで見てたんですけども、世界さんがあんなにこう爆上がってるの久々に見たなっていうぐらい、ワーオとか叫んでて、で踊ってたし、なんかね、でも世界さんも昔から大好きで、そのフェスとかはもう多分楽しくて、めちゃくちゃ上がってるの見て、僕もなんか嬉しかったですね。一緒に上がって、なんか世界さんがこんなに感情をわーって出してるみたいなのもなんか上がりましたし、やっぱさすがアジカンさんだなと思いましたね。はい、ヒーローインタビュー一組目でした。ありがとうございました。今夜の DYFF、 この時間はリクエストステージ出演者ヒーローインタビュー全編お届け中でございます。4月29日大阪城ホールで開催されたリクエストステージ出演者全員ライブ終わりにヒーローインタビューを収録した様子をお届けしています。続いてはジ・オーラ・シガレッツの皆さんへのヒーローインタビューです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ファンタスティックス中島壮太です。綺麗綺麗ですね。なんで綺麗な顔してるの。ありがとうございます。いや、もう本当にかっこよかったです。僕1階の一番後ろから見させてもらって、ずっとジャンプしながら見てたんですけど。マジっすか。マジっすか。めちゃくちゃ大丈夫でした、周りのなんかそのお客さん。いや、全くもう本当に一切後ろ向かずに誰も全員でジャンプしてました。ありがたいです。めっちゃかっこよかったですし、あの MC 中に僕の相方のゆうせい君の話をしていただいて、ありがとうございます。やべえ、怒られる、怒られる、やばいやばいやばい、わけないじゃないですか。いや、そのゆうせい君もめちゃくちゃかっこいいみたいな MC をしたんですけど、はい、聞きました。いや、でもその後にあの楽屋戻った時に、はいはい、あのそのゆうせい君がかっこよく見えるっていうのは、はい、多分2人のツートップって言っちゃった。サッカーじゃないから、ツーボーカル。サッカーのフォーメーションだ。フォーメーション。メンバー全員がおのおののかっこよさあるからやなっていう話はちゃんと嬉しいです。あとその MC がやっぱ皆さん面白すぎて、どうっすこれ MC はやっぱ何話すか決められてるんですか、出る前とかに。もう、いや、もう何も決めずに、メンバーにも何を言うかも喋らず、自由に喋ってます。自由にやってます。すごい、改めてリクエストステージいかがでしたか。一番メイン、一番メインなんですよ、ね、そのリクエストステージがキラキラしてるから、緊張しちゃった。いやいやいや、一番メインの感想なんですけど、僕たち真面目なこと言えない。そうですね。いやいや、ステージ降りるとめちゃくちゃ真面目な。ステージはステージ。いや、なんか照れて照れとか、あの女子みたいな気持ち。ですか。いや、僕も関西出身なので、はいはいはい、でもこの会話が本当に嬉しいです。関西出身？はい。近い。なんでときめいてる。ちょっとずつ歩み寄る。近いわ。嬉しいです、本当に。リクエステージでも楽しかったですね。楽しかったですね。すごいね。うん、なんか360度のステージってまあ本当ここならではという感じなんでね。うん、嬉しかったですね。いろいろ素敵でした。あのメッセージ性もあり、めちゃくちゃ響きました、うん。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。照れるな。だってまっすぐ目見てくれんねん、もうめっちゃ見ますめっちゃ見てくるな。めっちゃ見ます。確かに喋るときめっちゃ見てくれる、はい、こうやって応援できて本当に嬉しかったです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お送りしたのはジ・オラル・シガレツさんでレイでした。いやー、オラルさんの皆さんとお話できて嬉しかったですね。いや、そのたくやさんはですね、 X でもポストしていただきまして、ゆうせいくんとそうたくんとは話せたよみたいな嬉しいねポストもありましたけども、この、まあ、ライブ終わりでお疲れのところでしたけども、すごく気さくに話していただきまして、まあ、ライブ中の MC もすんごく面白いところと、しっかりこうメッセージ性のあるところとっていうのをやっぱ生で感じて勉強させていただきましたね。はい、
ヒーローインタビュー前編ここまででございます。来週5月17日は後編、ピープルワンさんの伊藤さんとバウンディさんへのヒーローインタビューをお届けします。そして今週日曜日夜8時から10時まではですね、リクエステージ2024スペシャル番組がオンエアです。DJ は大貫拓人さんと落合健太郎さん、出演者によるコメントやここでしか聞けないライブ音源をオンエアです。これね、ファンタスティックスもあのたくさん喋らせてもらいました。メンバー全員でいろいろこのリクエステージのことだったりとか、こんなあったよとか、まあ、大輝くんがなんかいじられてたかな、なんかその方それは、放送されるか、皆さんもぜひ楽しみにしていてください。日曜日のリクエステージ特番ぜひお聞きください。中島聡太が生放送でお送りしている DYFF、 メッセージね紹介していきましょう。あの前半に言ってたゴールデンウィークの話かな。ラジオネームルカさん、ソタ君こんばんちは。こんばんちは。私がこのゴールデンウィークに行ってよかったところは、お姉ちゃん夫婦の新居です。いいね。お姉ちゃんが結婚して旦那さんと同居してから初めて家に行きました。家族みんなでタコパして新しい大きいテレビでファンタのライブ映像を流してみたりしたよ。楽しかった。嬉しい。なんかいいですね、家族の夫婦の新居。なんかめちゃくちゃすごいね、大人になった気もするんじゃないですかね。お姉ちゃんがもうこんな素敵な家庭をみたいなね。しかもそこでファンタのライブ流してくれるなんて一番嬉しいです。ありがとうございます。ラジオネームサチャさん、ソータくんこんにちは。こんにちは。親戚15人でバーベキューしました。15人、すっ、呼んでくださいよ。呼んで16人でランページさんの曲カバーできたやん。16人で何を言ってるか分かんないですけど、バーベキュー15人絶対楽しいですね。お肉もマシュマロも焼いたりしてめっちゃ楽しかったです。最後にみんなで記念写真も撮っていいゴールデンウィークになりました。親戚15人で集まって写真とかもう素敵ですね。バーベキューね、羨ましいでございます。ラジオネームココミさん、ソータくんこんばんちゃむ。こんばんちゃむ。私は今年のゴールデンウィーク新潟に行ってきました。私の家では毎年この時期になるとわらび取りに行くのですが、今年は例年よりも豊作で5人で合わせて 7.2kg も取ることができました。これは多いんじゃないですか。おひたしにしたりたたきにしたり、お肉と一緒に炒めたりと家族みんなで美味しくいただきました。新潟なのでお米も買って炊きたてご飯と一緒に食べて最高に幸せでした。そうたくんは毎年家族で行っていることはありますか。そうね、ゴールデンウィークは帰れなかったんですけども、家族では今年も旅行に行きましたね、みんなで。それはね、京都に行きました。めちゃくちゃ良かったっすね。だからお母さんもご飯作るのも考えなくていいし、みんなでずっとねお風呂もどのタイミングで大浴場行ってもいいしみたいな、あれをね過ごしましたね。だからまあ行くとしたら旅行とか行きたいですね。ラジオネームカニャさん、ソータくんこんばんちゃ。こんばんちゃ。ゴールデンウィークが終わっての1週間頑張りました。お疲れ様でした。そんな金曜日の今日、とある出来事を聞いてくださいって書いてる、ください。今日はお昼からついさっきまでバイトをしていたのですが、なんと2人もお客さんが買った品物をレジに置いて帰ろうとしていました。私も疲れていたのか、数秒経ってからはっと目の前にお客さんが買った品物があって、慌ててお客様忘れてますっていうやり取りが2回もありました。ゴールデンウィーク明けでやっぱりみんな疲れてるのかなと思いました。ソータくんはゴールデンウィーク明けで疲れてるなとか思ったことはありますか。これでもまああるっちゃあるっすよね。そのお金払って満足して帰って品物忘れてる、商品忘れてるみたいな、これはもうゴールデンウィーク明けだからなのかな、久々に仕事したりとか疲れてんのかな。いやでも僕はもう疲れたとかないですね、常に元気にやっております。はい、ありがとうございます。メッセージもね、後半もどん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 送ってください。お待ちしております。中島聡太が FM802 から生放送、デザインはファンタスティックフューチャー、 CM の後はファンタスティックチョイス。FM802 デザインはファンタスティックフューチャー、ファンタスティックス中島聡太が生放送でお送りしています。番組後半はファンタスティックチョイス。あなたがこの後すぐ、もしくは今週末までのちょい未来の案件で選択しなければならないことに、いい未来が訪れますようにって思いで僕が直感で選択するコーナーです。よっしゃ、行きましょう。ラジオネームウッディさん、ウッディさんから来たよ。
今度サングラスを買おうと思うのですが、レンズの色を青か黒で迷ってます。どっちがいいと思いますか？またソータくんのサングラスやメガネを買うときにこだわってることがあれば教えてください。これは青か黒ってことですよね、ま、真っ黒のサングラスかちょっと青の、うーん、なるほどね。僕はじゃあ青。ファンタスティックチョイス。これはね、なんか、まあ、僕だからなのかもしれないですけど、真っ黒だとちょっといかついというかなんかね、ガッてなっちゃうんで、僕青のさりげないサングラスが結構好きなんですよ。青とか、まあ、茶色っぽいとか、なんかちょっと色が入ってた方がなんかおしゃれなのかなっていう感覚。でサングラスの黒とかだったらライブ映えはめっちゃすると思いますね。だから僕だったら今後ライブとかつけるときは黒のがっしりです。なんか堀夏くんとか、メンバーのね堀夏くんとかは結構サングラスつけてるんですけど、なんかプライベート遊ぶときは結構ね色付きのが多い気がするっすね。なんか青とかでちょっとさりげないサングラス感で、こだわってることはなんだろうな、そんなに大きすぎない、だけどちょっと丸っぽいけど四角みたいなぐらいかな。本当に好みなんですけどよくわからないが、なんだろう、本当にこだわってることないか、あんまないな。なんかつけてみてよかったら即決っすね。悩まないですね。もうサングラスとかメガネはもう一瞬で、本当2分ぐらいで買う時もあります。どれですか？逃亡者、あ、逃走中ね。確かに、そっか、黒にしたら走、ちょっとでも走っちゃえばもう逃走中っすもんね。危ない危ないハンター意識してる。でも、もういいですね。確かにそれはそれでいいですけど。ラジオネームみゆうさん、ダイエット始めようと思ってどんどん日が経っているんですけど、もう絶対始めます怪しいな、この一行怪しいですね。今日から始めるか明日から始めるか決めてください。びっくりマーク 5、6個、7月のファイナルまで頑張ります。まあ、ちょっとびっくりマーク 5、6個の時点でちょっと怪しいですけども、これはズバリ明日から始める。ファンタスティックチョイス。今日からと思うと思うんですけども、逆にね、明日からもうがっつり、もう今日はゆっくりする、もう今日まではもうなんていうんですか、贅沢する、で明日から始めるっていうのはね、いかがでしょうか。もうこの始めますって言ってますからね、これはもう宣言してるから頑張ってください。みゆさん、ラジオネームももかさん、ソータくん、こんばんは。にわに、こんばんは。にわに、私がソータくんに決めてほしいことは、明日誕生日で自分への誕生日プレゼント買うんですけど、おめでとうございます。まず、デパコスかヘッドホンで迷ってます。もしソータくんがヘッドホン選んだらおすすめのヘッドホン教えてください。ヘッドホン。ファンタスティックチョイス。おすすめむずいっすね。でもまあでもソニーさんとかはいいんじゃないですかね。こう重低音も聞くし、いろんな楽曲に幅広く聞いてると思いますよ。はい、いいですね。じゃあラストぐらい行こうかな。ラジオネーム今日も眠たいかほちゃん今日も眠たいんだかほちゃん、そうたくん、こんばんちゃ、こんばんちゃ。明日お友達の結婚式に参列します。おお、結婚式、そこでヘアセットを何にしようかまだ悩んでいます。なのでそうちゃんにこれと決めてもらいたいです。はい、1大人っぽいアップスタイル、2王道なハーフアップ、3おしゃれな編み下ろし。チョイスお願いします。これはせっかくなら1大人っぽいアップスタイル。ファンタスティックチョイス。いや、結婚式なんで、なんか普段しないような大人っぽさ出してもいいのかな。あと久々に多分会う人もいると思うんですよね、同級生とかで。大人っぽくなったねの一言もらいに行っちゃってください。アップスタイルでいかがでしょうか。そしてご結婚する方々おめでとうございます。そこまでお届けしたいと思います。はい、皆さんメッセージありがとうございます。コーナーの締めにお送りする曲はフューチャーをキーワードにセレクト。 FM802 は来月6月1日に35歳の誕生日を迎えます。その6月1日と2日にですね、開局をお祝いするライブイベントレディオマジックが近づいております。大阪城ホールで開催されるこのイベントに出演するアーティストから1曲セレクトしてきました。まあ、こう2009年より5年ごとに開局記念日に開催しているスペシャルライブ802と縁のあるアーティストが自身のレディオヒットソングを中心に届けられるライブです。僕がセレクトしたのは、まあ、2日後ですね、5月12日が母の日ということで、この楽曲、まあ、EXPG にいた時からこの一緒に受けてる人が歌ってていい曲だな、でこの人うまいなと思ってた曲なんですけど、ちょうど母の日もね被ってるんで、そして出演されるということで選んできました。聴いてください。愛でママへ。
送りしたのはドゥアリパでフーディーニーでした。いや先ほどねあのサングラスの件話してもらったじゃないですか。こう青色とか色薄い色の方がいいんじゃないですかねとか言ってて、 X のねちょっと DYFF で調べてたらまあメンバーファンタスティックスで X のオフィシャルがあるんですけども、それに1時間前にですねメンバーの木村圭人くん、まあ、圭ちゃんがですね上げてて、お散歩風に吹かれてる気持ちよかったなっていうコメントと同時に、思ってるより真っ黒のサングラスで自撮り上がっててで、どういうことだろうって見に行ったらちょっと笑ってまいましたね。これは思ってるより黒かったな。いやケイちゃんありがとう、面白い写真、面白い写真、いや面白い写真じゃない、かっこいい写真をねありがとうございます。まさかでしたわ、ちょうど言ってた通りのそのサングラスでした。いいねかっこいいねこれは。ラジオネームコートハさん、ソータくんこんばんは。こんばんは。私は普段好きなグループの曲やお気に入りの曲ばっかり聴いてしまうので、たまになんか他の曲も聴いてみようかと思うのですが、探し方がわかりません。ソータくんはいろんなジャンルの曲に詳しいイメージなので、どのようにして曲を見つけているのか教えてほしいです。まあこれはね本当に今探るのも好きなんですけども、だから本当に新しい曲知りたいときはもう802をずっと聴いてたら絶対知れる。本当にいろんな曲かかるし、こう DJ さんもそうだし、最近の来てる曲とかで聴いてる中で、あこの曲自分好きだなと思ったら調べたりね、その人のアーティストの中から違う曲聴いたりとか、それが一番いいんじゃないですかね。うん、僕も逆に802さん聴いてて、あこの曲いいなーで調べたりもするし、そこで知れるっていうのがラジオのいいところなのかなって僕は思いますけどね。まあその中でね、この DYFF でもいろんなジャンル書けるんで、それも楽しみにしていただけたらと思います。ラジオネームホリリンさん、ソータくんこんばんは。こんばんは。私がゴールデンウィークに行ってよかった場所は水族館です。いいね。イルカと触れ合える場所があるのですが、そこにバレーボールみたいなのが置いてあって、イルカがこっちにパスしてきてボールの投げ合いができました。ファンサもらえた気分でした。楽しかったですすごい、イルカとねキャッチボール、いいね。めちゃくちゃいいゴールデンウィークを過ごしてるじゃないですか。最高ですね。もう一つ、ラジオネームカホタンさん、ソータくんこんばんちゃ。こんばんちゃ。先日のリクエストで、参戦から出演者の方の楽曲をいろいろと聞いているのですが、ソータくんも前回の放送でクラッタってお話しされていたバウンディさんをよく聞いています。本当に歌詞にもメッセージがたくさん詰まっていて、私も同い年ですごく影響を受けてます。改めて音楽のパワーって素晴らしいなって思います。インターセラティックファンタスティック神戸からファイナル幕張参戦します。僕たちのねアリーナツアーのザファイナルがあるんですけども、7月14、15ですね。ありがとうございます。神戸から嬉しい。セットリストもガラリと変わるとのことで、とても楽しみにしています。いや楽しみましょうよ。そしてあお昼の CL キャス配信見てからマックでコーヒーゼリーパフェ食べました。内容渋滞ですんません確かに内容多いね内容多いけど全部嬉しいですよ。ありがとうございます。いやそう、今ねボーカル僕と八木雄星くんで2人でマクドナルドさんの喫茶マックという CM にね出演させてもらってるんですけど、今日東京の恵比寿店さんかなのマクドナルド行ってきて、大阪でもマクドナルドさん店舗行ってきて写真撮ったんです。ちょうどね30分前ぐらいに雄星くんも今ポスト上がってましたね。多分なんかの撮影終わりに行ったんだと思うんですけども、その店舗に行ってぜひ皆さんもねマックバリューとかも流れてるし、コーヒーゼリーパフェは今の季節に本当にお昼とかめちゃくちゃ暑い中でアイス食べるって完璧だと思うんで、ぜひ皆さんも行ってみてください。ありがとうございます。そして次はですね、僕が最近よく聴いている曲で、昔の楽曲なんですけども本当に渋いしかっこいいんで、ぜひ聴いてください。アニタ・ベイカーで Caught Up in the RaptureDYFF ラストナンバーはもう上げに上げてね、次にテンション上げてつなげていこうということでお送りしました。ハービーで Never Be Us でした。そしてね、なんか素敵なメッセージ届きました。ラジオネームリカオさん、そうちゃんお疲れ様です。お疲れ様です。ゴールデンウィークは50歳にして転職のための面接行ってきました。ずっと興味があった職業だったけど、年齢的にも体力的にも不安があってなかなか一歩踏み出すことができなかったのですが、先日の放送でそうちゃんのお母様のお話を聞いて、なぜか私も動かなきゃって気持ちになったんです。そして採用決まりました。そうちゃんのお母様ありがとう、おめでとうございます。私の今年のテーマは
今が一番若い、まだまだ挑戦してきますよというリカオさんからの素敵なメッセージありがとうございます。これお母さんも喜ぶな多分。そうですね、それでまた動き出して、しかも採用ということで、こっからも、まあ、テーマ今が一番若いっていう今年のテーマもそうですけども、次につなげて、そしてなんか明るい未来を作ってほしいなと思います。メッセージありがとうございます。FM802 デザイン Your Fantastic Future Fantastic 砂中島壮太が1時間生放送でお送りしてきました。ありがとうございました。まあ今週7日にですね、緊急記者会見で発表したんですけども、今年のこの夏バトルオブ東京が開催します。まあこちらはですね、ジュニアエグザイル世代の5グループを中心に展開してきたこのバトルオブ東京というね、アニメ小説があったりとか、こうライブもあったものにですね、ネオエグザイル世代、僕たちの後輩グループですね、4組の参戦が発表されまして、そして各組み合わせのバトル曲が発表されて、その曲を収録したニューアルバムバトルオブ東京ジュニアエグザイル VS ネオエグザイルを8月7日にリリースすることが決定しました。さらに8月に埼玉スーパーアリーナと京セラドーム大阪でのライブ開催も発表しました。これね、一切こう LDH 知らない方はこれなんだなんだってなると思うんですけども、まあ自分たちのこうジュニアエグザイル世代のグループと、そしてネオエグザイルって本当に10代もいたりとか若い世代の子たちもいて、そのグループが全チーム集まって、まあ楽曲の中でバトルしたりとか、こうダンスだけでバトルしたりとかいうエンターテインメントを作ってるんですけども、それが8月に行われるということで、ファンタスティックスは後輩グループのキットフェノメノンというチームとコラボ楽曲を作ってるんですけども、これね、これまだね言えないんですけど、本当にいい曲ができてるんで、ちょっとおしゃれで楽しみにしててほしいなと思うのと、もう一個ね、こうドリームステージっていうのがあって、それはなんか夢をつなげていくステージなんですけども、あのウルフハウルハーモニーっていうグループにヒロトっていう子がいるんですけども、その子が本当にこのオーディション時からずっといろんなところで中島壮太さんに憧れてますっていうのをずっと言っていただいて、壮太君に憧れてアーティストになりたいと思いましたとか、ファンタスティックスのリリースイベントとかにも来てくれてたりするんですよ。本当にその2枚目とかですよ、フライングフィッシュっていう昔の曲の時にも来てくれてたりして、その思いがいろんな人に伝わってですね、今回のこの BOT ってバトルオブ東京の舞台で一緒に2人で楽曲を歌わせていただくというね、だからヒロとかしたら夢って言っていただいてるんですけど、僕もね LDH が好きで入ったし、そういう夢がつなげていけたらなっていう思いでこのドリームマッチするんですけども、そのヒロととはですね、明日の21時頃に、CL という LDH がやってる自社のブランドというかコンテンツがあるんですけど、そこで、キャス配信もしてですね、まあ、2人で話し合いながらどんなことをやるよみたいなのも言えたらなと思ってるんで、このバトルオブ東京今年の夏は相当盛り上がるんじゃないかなと思いますね。今までも、まあ、いろんな楽曲出してきてで、バトルオブ東京の世界観とかもぜひ小説読みながら、そう小説もあるっていうのがね結構新しいエンタメかなと思うんですよね。こう物語があったり、それぞれの場所で頑張ってきて、それがぶつかってさらにいいものを作り上げていくみたいなのがやっぱ LDH で、まあ夢だったりとかその幸せも全部詰められているようになってるので、ぜひ、チェックしてください。まあミュージックビデオとかも出てるんで、知らない方がいたらいろんな楽曲とかいろんなグループ見ると、登場シーンとかも相当盛り上がると思うんで、楽しみにしていただきたいなと思います。FM802 この後夜9時からは高木梨沙さんのロッキッズ802です。僕中島壮太とはまた来週この時間にお会いしましょう。そしてまあここからも気温の変化があると思いますし、体調には気をつけてね、何より自分が楽しんで、僕も楽しんでいこうかなと思います。それでは梨沙さんにバトンタッチしていきたいと思います。あ、見に来てくれてる、ありがとうございます。バトンタッチしたいと思います。生放送ありがとうございます。ということで皆さん今週も聞いていただきありがとうございました。最後に行きますよ、バイチャーバイチャーバイチャー。あ、5回でした今日は。